嫌いな教科が好きになるにはどうしたらいいですか。あ、これね、めっちゃ質問受けました、私の教え子から。先生、数学が大嫌いなんですけどって、勉強もしたくないんですけどどうすればいいですかって。え、お前学校逃げ出したらいいんじゃないみたいな。いや、逃げ出すわけにはいかないんですよっつって。逃げ出せばいいんだよ、お前。この日本からいなくなればお前勉強なんかしなくていいぞっつったら、そんなわけにいかんでしょみたいな。まあ、確かにそんなわけにはいかんわなっつって、お前家でもせなあかんしなって、自分で稼いで生きていかなあかんもんなって、いやいや、そこまでの覚悟はないんですけどねって。いや、嫌いな教科が好きになるためにどうすればすねいいんですかって。簡単なんですよ、これ。簡単。その嫌いな教科の先生のところに行って、分かるまで教えてくださいって言えばいいんです、笑顔で。はい。そしてね、その先生とね、心中する覚悟で行けばいいんですよ。心中する覚悟で、もうこの先生と一緒に死のうみたいな。もう分からなかったら死ぬから俺はみたいな。分かるまでも話さんからみたいな。家に帰しませんあなたをみたいなことを言うと、必ず好きになりますから。まずその先生がその子のことを好きになります。はい。そしてね、はっきり言いますけど、私中理科の教員、まあ、18年、まあ、教員自体を21年やりましたけどね、私ははっきり言いますけど、先生が好きな教科は絶対に、好きになります。もう間違いない。じゃあ嫌いな教科は何かって言ったら、先生が好きじゃないんです。もうそれだけです、もうはっきり言って。はい。もうどんなかっこいいこと言ってもこれ以上のもう理由はない。だからはっきり言いますけど、嫌いな教科を好きになるためにはその先生と仲良くなりゃいいんです。簡単なことです。で、仲良くなるためには普通のことやったって仲良くなりませんので、ね、分かるまで帰りませんって言って食い下がってください。そしたらね、必ず仲良くなります。私それでね、何百人のヤンキーを立ち鳴らしていきましたから。はい。ヤンキーに、分かるまでお前は返さないって言えって先生に言って、俺分かるまで帰りませんって。でもし分からなかったら火つけるかもしれません学校にとか言って言えって。だ、先生も本気になって教えるからっつって、はい、だから間違いなくその先生と仲良くなるんですよ。まずその先生が次そのヤンキーとかに会った時に必ず挨拶するんですよ。お元気かみたいな。もうすでに友達になっている。そしたらね、あっちゅう間に分かっていきますから。これが大学レベルとかやったらね、専門家レベルとかやったらまた話別ですけど、小中高ぐらいやったらね、間違いなく先生好きになったらもうすぐ成績上がります。